皆さんこんばんは、キャンディーレンです。それでは4月19日のメンテ、馬関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。では、見ていきますけれども、まあ、今週も馬に関しては、特になく、って感じで、ですかね。はい。で、まあ、キャラ調整が、まあ、来ています。でですね、あ、なんか、ん？ここ、韓国、あ、まあ、はい。なんか、日本のメンテはなかった、なんかあった気はするんですけれども、まあ、正午ですね。あ、いや、日本のメンテです。そうですね、はい。で、まあ、あ、そうですね、こう、これですね。これ、なんか、そうなんですよね。あ、バグをこう切り替えた時とか、あと赤線とかの、な、丸にチャンネルですかね、行ってから戻ってくるとバグがこう見えてる、隠す設定にしてたのに、まあ見えてたんですけれども、解除されてた現象修正されました。まあ、装着するとだと、こう、移動後に、キャラクター選択ウィンドウ後に、まあ、隠せて解除されていた、とかいうのがなくなったらしいので、まあ、どうなんですか？とりあえず、その、この、旧車で馬を取り出した後にバグを装着する場合と、キャラクター選択ウィンドウに移動後再ログインすると、まあ、バグが見えるようになっちゃってたのはなくなったらしいです。はい。ということですね。はい。で、あとは、まあ、馬に関しては、ないと思います。はい。システム、パール焦点。はい。まあ、まあ、全体的に、アップデートあれなので、まあまあもうそんな感じですね。だからちょっとこれが、その私が気にしていたバグが、まあ見えちゃうのが治ってるのか、ちょっとまだ確認してないんですけれども、まあこれですね、ちょっと気になったのはっていう感じ、私が気になったのはその感じですね。あとまずこれ調教権限で獲得できてないっていうのと困りますけれども、はい。ということで以上アップデートになりました。で、はい、で、お知らせの方ですけれども、まあ、8周年のイベントで、まあ、ゲームチャット内に金曜日から日曜日までに、まあ、前もった全、まあ、なんでもいいんだと思うんですけど、全チャでも一般チャットでもなんでもいいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、発言、あ、そうですね、どのチャット、まあ、それがあるのと、まあ、プラス増えた感じで、イベントが。だと、思い出話の共有で、ツイッターですね、はい。の方で、ということです。で、まあ、あとは、すべて、既存のものなどで飛ばしていって、次にイベントの新規とかに見ていきますけれども、まあ、ログインですね。1週間、ログインすると、まあ、このレアフがもらえます。まあ、馬に関し、登場物はないので、まあ、生活経験値ぐらいですね。馬に関係してるのは。ということと、まあ、こっちもそうです。馬関係。ないので、まあ、ログボが一週間あります。っていうのと、あと、まあ、アクセ信号にする、素材が、はい、なんか、増えるらしいということですね。確定強化が。はい、っていうのと、あ、だから、デイリーでさらに10個追加できるらしいですね。はい。というのと、あと、学んだ分だけ行動力。
これが5月3日のメンテナンス前までですけれども、行動力は私と知識獲得に効果的なバフが、まあ、まずもらえますと。で、知識を獲得し、知識で増えた、行動力分を回復が、まあ、100、まあ、回復したらすごいですけれども、はい。で、知識を集めて、まあ、だから知識、まあ、この行動力回復がちょっと、100が大きいということですかね。はい、こちら3つですね。歴史、こそから、丸2の記憶交渉。力こそ、3。力こそ力ですね。はい。というのが来ています。ということで、まあ、行動力つか採集とかそういうのをやってる人はこれですね。まあ、馬にはま、関係。まあ、強いて言えば、必勝のコナーの、まあ、デイリー、あ、ウィークリーの、ありますけれども、まあ、そこまで、まあ、やるものでもないので、まあ、そう。まあ、とはいえ、まあ、一応行動力100回復できるのがありますということですね。はい。あとなんか、冒険者の人もらえる称号らしいんですけれども、これ期間限定の称号で、はい。まあ、作成した年数に応じて、まあ、称号がもらえるということですね。はい。ということで以上で、新規のイベントの方に、でした。で、あと、まあ、終わるのが、LINE スタンプ。T シャツが当たりますよ、っていうのと、スマホの壁紙もらえますっていうのと、あと、まあ、ログ簿が、まあ、もうあと1週間ぐらいで終わるので、まあ、もらえてない人はもらっておきましょう。まあ、出来上げにしてもらいましょうっていうのと、あと、まあ、ギルド加入特典なので、まあ、それも終わりますっていうことですね。はい。ということで以上でイベントも、まあ、馬に限ったイベントは特になしということでいいと思います。あと、パール商店の方ですけれども、まあ、新しいアバターが来ました。で、なんか、このアバター来た、なんか、はい、黒サバクリエイターの人で、なんか、新しいアバター来た、なんかあるらしい。いいんですけれども、私は参加してないんですけど。はい。で、まあ、ありますということですね。新しく来てますということで。で、あとは、まあ、アバターの、お得なアバターだと、マルニ、ブラッディ・ハロウィン、マルニスト。で、あとこれは、はい。ペットですね。はい。あと、メイドシツジゴースピンで、これですね。まあ、一応チェックしておくと、まあ、狛犬が5月3日のメンテナン前まで、まあ、33% オフで、週3回で0時に初期化されます。ってことです。まあ、狛犬欲しかった、もう今がお買い得ということです。であとは、まあ、カーマスリブ、北極ギスネ、バックスロット、と、妖精パッケージ、重量、キャンプ、ナデル、マルニー。はい。まあ、バッグスロット、重量カテゴリーでしょう。また、ということで、まあ、お狛犬ですかね。はい。今回新しいのは、ということで、以上でパール商店、まあ、日本の方終わりまして、まあ、グロラボと韓国見ておきますけど、まず先週の金曜日のグロラボですけれども、まあ、そうです。まあ、関
系っぽいのは、ない、なんだろうな、これ。はい、まあ、うまく系はないのか、なさそうですね。はい。マムロメップ、エルビオ、エルビア、はい。まあ、そうです。で、あとは、これ、そうですね、あります。まあ、多分来週来るんじゃないかと思いますけれども、馬が、メイン、クエスト、メインミス、まあ、メインクエとか、メインクエだと思うんですけど、メインクエ進めていて気がついたら、まあ、遠いとこに、まあ、いるというときに、まあ、設定されたクエストを完了するたびに近づく馬がそばに、まあ、クエスト終わって馬全然違うとこ行ってでも来るようになるらしいので、まあ、馬をこう持ってないキャラ、まあ、メインクエスト進めるキャラって大体馬笛とか持ってないサブキャラとかだと思うので、それがまあ、近くに馬来てくれるっていうのはまあ、助かるということで、まあ、これが、はい。多分来週来ると思います。で、あとはまあ、ないです。朝の国がまあ、なんかまだ、どうですか、連休なのか、まあ来週来るのかちょっとわからないですけれども、はい。で、あとはまあ、そうですね。朝の国関係なんで、まあ、まだですね。はい。あ、でもこれ、こっちグロラボ出てますけど、はい。これが、アバターの、馬のアバターのやつですね。はい。ということで、まあ、まあ、来週おそらく来るのが、まあ、馬が近寄ってくれて、わざわざ馬のとこまで行ったりしなくていいっていうことになるぐらいですね。はい。ということで以上で、グロラボを見まして、韓国の方も見ていきますけれども、朝の国ですね。はい。大丈夫だ。はい。出来事。あ、まあ、これイベントですかね。はい。という、という、まあ、ってか、まあ、ない、馬関係ない。ですね、多分、はい。アムロウェク、エルビア、朝の国ですね。はい。なんか、朝の国のどこ、なんか絵文字がもらえるらしいですね。はい。で、あとはまあ、そうですね。はい。まあ、これ同じやつと。なので、まあ、そうですね、はい。まあ、今週はそのアバターの表示が変わった回、修正されたのと、で、多分来週、そのメイクエが終わったら馬がちゃんと寄ってきてくれるということぐらいですかね、はい。ということで、以上で、あと、すいません、インベンの方ですけれども、12ぐらいですね。4月12ぐらいから、
ルームとか、あ、この移動に、まあ、なんか、インペリアルママのその後の調査。これ、この、そうですね。これ、いつ、あれでも、あ、また、今度3回目の、そばの調査がまた来てますね。はい。いや、来てますね。っていうか、やってる方がいらっしゃいますという感じですね。はい。ということで、まあ、これ、また、いつまで。4月。ちょっと割と短いですね。2日間ぐらいで多分集計。だから来週には多分出てると思うので。で、まあなんかここチラッとあったんです。結構ね、最近結構立て続けに出たみたいな、まあうちは出てないんですけれども、なんか言う話チラチラあったので、まあ結構増えてるのかもしれないですけれども。ってくらいですね。はい。あとは、ないです。はい。ということで、あとは中でちょっとパルシャワーで見て終わりにしたいと思いますので、お待ちください。はい、お待たせしました。では見ていきますけれども、ま、さっきみたいな狛犬ですね。はい、終わりますけども、まあ、登場物の方を見ていきます。これも先週からあるやつで、まあ、だからまあ、こっちにも、狛犬も選べる。別に選ばなくて、スキル変更権だけでもいいんですけど、まあ、失踪パッケージが、まあ、あと1週間と、あとこれ黒石のやつ、とのセットのやつと、天馬の、まあ、に、なんてグレードアップするやつも来週で、けれども、はい。で、今週から2週間なのこちらの狛犬の方で、まあ、カモあたり3個ですね。はい。カモあたり3個で、なんか、まあ、毎週月曜日0時に初期化。多分3個だと思うんですけど、毎週月曜日0時に初期化したらね、もうちょっと変えることになっちゃうんですけれども、はい。ということで、狛犬来てますので、買いたいと思ってる方はお忘れなく、ということで、はい。以上で、4月19日のメンテ、馬関係テック終わっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。